今日、牧之原市で竜巻とみられる突風が吹き、建物の外壁が飛ばされるなどの被害が相次ぎ、2人がけがをしました。複数の竜巻が発生したとみられます。やばいやばいやばい、やばいやばい、どうしよう。突風が通り過ぎた瞬間とみられる映像です。何かが一緒に舞ってくるようなバリバリみたいな感じの音がすごくて、普通じゃないなと、危険を感じました。今日午後3時50分ごろ、牧之原市内の各地で突風が発生したなどの通報が消防に相次ぎました。このうち牧之原市はずのドラッグストアでは外壁が剥がれるなどの被害があり、この店の駐車場にいた20代と30代の男性がそれぞれ手や足に軽いけがをしました。この他にも住宅や倉庫などが破損したとの情報があり、警察などが被害の詳しい状況などを確認しています。また今回の被害は広範囲で確認されていることから、市では複数の竜巻が発生したとみて調べています。